はい、どうもこんにちばんは。無限の館のトルーエンド向けてやっていきたいと思います。それだけです。ハンバーガー追跡のちょっと後進んだところですね。これで、リボン、小さな花、指輪、すべて揃いました。これでトゥルーエンド確定ルートへ行けます。あとは順当に、慣れ道を通っていくだけなので。ですね、危険なところとかは、まあ、いずれは行くんですが、ですね、からでもいいんけどね。右と左にあの青と赤のはどっちからでもいいんですが、まあ単純に簡単な方からいきましょう。簡単な方、あ、てか日常的にこっちがまあ近いからこっちからするか。こいつらは邪魔してくるんで、このアイテム勝手に動いてくるんで、外側のルートを取るようにしてください。余裕ですね。次、こっちの方の赤の目ですね。これ取ったら、しばらく流れてきたら、ハンバーガーのやつが出てくるんですが、あれは別に当たっても死にません。はい。はい、このまま突っ込んでいっても全然死にません。逃げる必要はありません。はい。この辺も解析ツール使ったんで、余裕なんですけど。あー、行っちゃったか。余裕ですね。で次、とりあえずですよ。で、これ戻してかないと後でこの人形さんが殺されます。ちゃんとあった水を入れて戻してかないとね。で私カエル入ってるかな。入ってるね。多分あの例の執事さんが頭おかしい人で、もともとは多分善人やった人だと思うんだ。元からマッドサイエンティストみたいなそんな人はいないと思うから。はい、通過します。うん、知ってる。知ってるって。あとは人間さんなんで、これも見れます。あれ見れないか。派閥突っ込んでからじゃないとダメか。
断固拒否。お前連れてったらエトルエンで行けなくなるから。あざーす、バイバーイ。でここを通ろうとされたらカボチャが来ますけど、別に脅しなんで全然問題なさそうです。これ見たんだけどさ、完全にあれだよね、肉棒だよね、あれ男の肉棒だよね、これ興奮するってやつやな。俺しっとんで、はっはっはっ、あずで、こう見えてアスペなんでとか言って、言っちゃうのかよ、これ。ほんとガチで尽きないなぁ。で、ここを今日思ったら骸骨が襲ってくるんで気をつけてください。はい。それだけです。で、ここは特に何もないです。ここを過ぎてしまうともう取り戻しできないんで気をつけてください。このこれらのアイテムはもう取り残しでき、あの取りことができなくなるんで、ここに来た時点でこのリボン、小さな花、指輪、この3つを手に入れられるからまではあれです、来れないです。はい、じゃあ次こっちですね。はい、痛い、ケツバット、カエルだったかな。で、ここは血液ですね。で、ここは塩素ですね。一回出てから、はい、こんなもんですね。どっかあったか、追跡があったかな、どっかに。またこのとりあえずね、先に言ってきますけど、これらのアイテムを手に入れた時点と、かつ人形、人形を入れる、手に入れないとか何とかかんとかあるから、問答無用で聞かれちゃうから、事前にチェックするしないとかで、しかもそれが一回きりの答えの返答で聞き直しはできないんで、赤色の人形に話しかける前のセーブデータ、かつ3つのアイテムを手に入れてる状態のセーブデータを残しておくことを推奨します。そうすることによって、その時点からエンド1から5に行けるということになります。完全なガチ勢なんで、この辺りはもう調べております。ここだったかな、ここに棍棒があるんで拾って、で隣の右の部屋のこの隙間のところで棍棒を使います。で、ここですね。ここでちょっとね、あの、例のカエルさんが襲ってくるんで気をつけてください。はい、それだけです。これでカエルさんはもう襲ってこないです。ここでワタギータを手に入れるんで、はい、手に入れてください。この扉は一方通行なので、ここでスルーしてそのまま渡り板をつけて持たずに行ってしまうと、もう一回あの道通る、まあ別に何もないけどね、まためんどくさい手間が入っちゃうんで気をつけてください。で、
ここはもう特に何も襲ってくることはないです。普通にここにこのレバーを打ち上げてください。なんで一回閉まるのかよくわからんが、一応まあフラグでもなんでもないですけど、一応ここも読んでおいた方がいいんじゃないかな。はい、ここを出ようとしたら左の壁に血が出てくるけど、特にそれはただの演出なので無視です。はい、全然良いですよ。そこでちょっとまた逃走イベントがあるんで、またセーブしとかないとまた手間が増えるので、もう一回セーブを挟んでおきます。基本私のやり方はセーブデータを2つ作っておく。同じデータでもね、なんかフォーエブデータが壊れた時用のためにね。まあどうでもいいですけどね。で、この時点でもう取り残しも何もできないので、で何が起きるかとか一切ないんで、一応無難なルートから先やっていきたいと思います。まずこちらのルートからですね。こちらのルートでまず1回にレバーを操作してみて、で向きを変換して、もう1回移動をかけて、で、息をいじったところで、ぶつけて、そしてロープを使って、で、はい、終わり。んで、両方とも、ですね。はい、そんなもんですね。まあね、よし、じゃねー。でここでまあ一応とにも逃走イベント、逃走イベントが発生しないところではやらない方がいいと思います。で次にまあ一回セーブ挟んで、今度は羊の部屋に行ってですかね。エンチはね、無理に拾う必要はないです。エンド、それ1以外、まあ、エンド1と2以降以外のエンドに行くんであれば、エンチがいるんですが、まあ、エンクルエンドもしくは第2エンド、ノーマルエンドに近いやつで選ぶ場合ならば、別にエンチは拾う必要はありません。まあ、拾いにしても拾わないにしても、まあ、これね、隠れるを選んでしまうと、そこの、ドラム缶に、防げられちゃうんですよ。隠れない。で、出られなくなって、見つからないかと、見つかってるんだけど、それドラム缶で、出られなくなってしまうっていうやつですね。あれに、とりあえずネットで調べておく。で、とりあえず、ここ行ったらあれなんですけど、まあ、さっきのイベントだるいんで、もう一回ちょっとセーブしときますね。特に何もイベントはないんですけどね。この方のね、このゲームの制作者さん、一応これ2作目らしいんです。1作目はなんか多分テスト用かなんか試験用として出してるんで、2作目なんでちょっとね、ずれてるとこがあるんですけどね。
まあ上出来じゃないですか。ちょっとセーブポイントのさ、狭いすぎがある。前回の動画でボルソ言ったけどね。どうもうん、これね、ここでね、直前にね、逃げる逃走前の会話のカットしてからセーブはできないんですよね。ここセーブ一つ欲しいんだけどな。で、この後、逃走追跡されるんですが、さっきのあれですね、ペンチ拾ったところ、ペンチから。あのペンチのところのところに変なところに隠れます。はい。で、これね、時間があって。一回ドアを開けます。でもう一回ドアを開けた後にもう一回閉めてしまうと見つかってしまうんですよ。はい、これだけ気をつけてください。この音、これが、ね、このイベントがフラグ成立すると、はい、大丈夫です。独断読む必要はないんですが、次にここに、さっき、あなた、さっきの羊さんが一番なんか成長させてたなんかですね、建物そのものが化け物というやつです。まあ、それの説明なんですけど、それをの弱点っていうか、それをまあ、ネタバレしてるってやつです。まあ、それの説明のやつなんで、特に、まあ、これも知ってても特に読む必要はないんですけどね。はい、これ読めないです。こっちには拷問部屋みたいなやつがあります。大してこれもいらないんですけど。じゃあ行きましょう。で、ここでセーブポイントありますんで。はい、やっていきましょう。んで、まあ一番確実な方法からやっていきましょうかね。死亡リスクが少ないやつから。配置は半時計回りに配れと書いてあるんですが、これは何が言いたいかというと、ここの部屋の4つ椅子あるやつを半時計回りにするわけです。はい。これだったかな？これでよかったんだっけ？ああ、違う。ごめんごめん。あ、そっかそっかそっか、そうだね。こうして、こうして、こうして、こうだね。ん？ごめん、ちょっとわかんない。あれ、ここ、こうなったはずなんだけどな。まあいいや。後回し。先にちょっと面倒くさいイベント先に終わらせますね。例のバール取るとこですね。バールとこどっちもいいんだけど、檻の動物のとこ行ってもいいんだけど、ちょっとそれ前に。ここ結構難所なんですよ、ちょっと。このゲームの中で。あと、無駄にね、ここだけね、処理がね、重くって、すごくあれなんですよ。はい、余裕。意外とね、結構余裕あるからね、そんなに急がなくても大丈夫。スクールの使用上で、ドアのところに到達してたら、こっちの方が、こちらのプレイヤーの操作のコマンドが優先されちゃうので、この辺かちょっと解析で調べたんだけど、あそこまで切ってたら絶対捕まってほしい。ウィンドの処理がこちらの方が早く終わっちゃうんで、捕まっても大丈夫です、あそこで。うわ、来たねー。そこまで調べてるのかよ、東方急行。頭良すぎやろ。ふん。14時。
方で。邪魔が入っちゃった。何が言いたいかというとね、このピアノは時計回りなので、時計の進行順に椅子を向けます。なので下向き、こいつを右向きで、こいつを上に向けて左に向けます。するとイベントが始まるので、はい、それだけですね。はい。じゃあ次に、こじ開けるために先ほどおっさんからって言ったのを逃げてきたやつですね。ちなみに、この椅子の並び順をどうにやらなくても、最初からバールを手に入れて、これに突っ込んで、鍵を取ろうと思っても取れます。これ多分ね、イベントのね、フラグの設定ミスだと思うんだよね。この制作者さんの。だから何のためにこのイベント挟んだのかというと、それが意味なくなってしまっている状態ですね。はい。とりあえず簡単なやつからやっていきましょう。次、こっちですね。拾います。で、この瓶はとりあえず水入れてここに入れるんですけど、その前にですよ。あ、簡単なやつって言っても先に進まなきゃダメだから、あれか。まあ、いいか。ちょっと会話だけ読んどくか。まずここの本に読んでいきましょうね。で、ここのボンドに何かが入ってるから、鋭いものが入れてるんだけど、最初これね、ハサミじゃないんですよ。ここはちょっとね、時間的にシビアだったり、キーボード操作する人だと結構シビアなんですけど、この後のイベントね。キーボード操作する人からすると結構シビアです。はい、パッドでする方は多分余裕ですわ。あ、ここでいいのか。こういって、ちょっとうるさいんですけど、この位置ですね。この位置に来たら、突っ込んでくるんで、この位置に来たらもう、右に行きます。了解ですね。はい、余裕。ね、余裕でしょ。本当に尺なので、先ほどここで入れたここのところに瓶で水を入れます。で、瓶を入れ、水を入れたら次に、どうしようかな、セーブした方がいいかな。セーブしましょうか。確かこの後、どこだったかな、来たかな。まあちょ、めんどくさいから、とりあえず水で、水で、とりあえず暖炉消しとくか。
どうしようかな、先に。そっか、そうした方がいいか。そうだね。そうしよっか。先に。こっちがレンチだね、硬いから。あれ違う、あれ先にそっちのイベントこそなさないと発生しないかな、これ。まあいいや、パス。ちょっとめんどくさい、フラグイベントのフラグの設定がうまくいってないみたいなんで、先にこっち行きましょう。これもね、ちょっとね、なんかね、転移する場所がね、ずれてたりするんですよ。まあ、これはこれでいいんですけど、この後逃げ切った転移場所がね、ずれてたりするんです。ほんで、これ取ったら、イベントでここが出てくると見せかけて、こっちから、赤い玉が襲ってくるので、ここで巻きますね。ここで一瞬巻いて、で、上の方に逃げます。まあ、下からでもいいけどね。あ、これだこれ、もうペンチペンチ。で、逃げたらここに出てくるんですよ。これがね、私がさっき言ったバスで、なぜか知らないけど、ここに出てくるんですよ。多分これは多分サクサさんミスってるんじゃないかと思ってます。まあ、ミスですよね、完全に。と、こっちは。で、最後に接着剤をつけたナリをここにぶっ刺して。ぶっ刺さないと、あれなんだ。で、活動を停止させます。そしたら、ちょっと待ってね。そしたら、次に、こっちです。ボタンイベントはないのでこのまま行きます。特に押されることないです。はい、ここですね。エンド2と1で分岐するのはここです。はい。エンド2は、これらのアイテム。リボン、小さな羽、指輪、このキーアイテムを持ってない、もしくは揃えてない場合での、場合に、
センチ。リボルバー、レンチを持って場合での、このまま部屋へ行くとエンド2に行きます。まあ、ノーマルエンドとかいうやつです。で、裁量エンドっていうのは、好みアイテムを全部持ってる場合に、これらを置くことによって、ここに行くと、行きます。どれだったかな？はい。じゃなかった。で、これらのアイテムを置くことによって、あら、要するにこの主人公のエレナちゃんだっけ忘れたけどの、まあ町の中の人たちでしょうね。もしくは友達かなんかの。そして今まで当たり前と思ってた賃貸ですけど、クエスチョンマーク。なんで貴様